最後に決議文の朗読と採択を行います。朗読は沖縄県出身のキャリアコンサルティングメンバー佐久川誠様にお願いしております。佐久川様、よろしくお願いいたします。安全を脅かし、しかしその数十倍もの脅威が南西から日本に迫ってきている。日本に上陸し占領支配する実力と意思を持っている国、それがチャイナである。我が国は現行憲法によりその防衛はできない。専守防衛では開戦と同時に今度決戦が始まることになる。その最前線は再び沖縄となり、悲惨な地上戦が起きる可能性は限りなく高い。沖縄戦で懺悔した特攻隊員は知覧や鹿屋など九州から南に向かって出撃した部隊だけではなく、石垣島から北に向かって出撃した沖縄出身の医者道要求中佐が率いる部隊があった。さらにその部隊にも全国各都道府県の出身者がいたことに思いを深くした。沖縄戦では軍神として祀られるべき英霊が全国各地に顧みられず眠っていることに我々は思いを致さなければならない。沖縄戦で後世に伝えるべきは悲惨な戦果のみではなく、祖国と郷土を守った英霊の志と民族の総力を挙げて戦った県民との団結の心である。この団結の心を再現するため以下決議とする。一つ、顧みられない沖縄戦の英霊の遺徳を発掘、調査、研究し、インターネット、出版物を介して全国に発信する。一つ、沖縄戦の英霊の遺徳、英霊の遺徳を歴史教科書に掲載する運動を行う。一つ、その運動を組織的に行うため、未来を担う若者を中心として沖縄戦英霊憲章研究会を本日ここに設立する。平成29年8月14日沖縄戦英霊憲章靖国集会参加者一同、朗読ありがとうございました。決議内容にご賛同いただける方は拍手をよろしくお願いします。以上、満場一致により決議文は採択されました。皆様誠にありがとうございました。ぜひとも本日この場にいる私たちが原動力となり、今日お話を伺った英霊の方々の志を受け継ぎ、そして日本のこの歴史、そして戦争の歴史を繰り返して後世に伝えていけたらと思っております。以上をもちまして、沖縄戦英霊憲章靖国集会、後世に語り継ぐ民族共通の歴史を、すべてのプログラムを終了いたします。ご多忙の中、皆様ご参加いただきまして誠にありがとうございました。